石垣山は神奈川県小田原市にある山である。標高262メートル。豊臣秀吉が石垣山一夜城を築城したことで知られる。1959年石垣山の名称で国の史跡に指定された。石垣山は小田原城の南西約2.8キロメートル地点に所在し、天正18年豊臣秀吉が 五法城氏の小田原城を攻略した際、気づいた本陣のあったところであり、その名称は城壁の石垣に由来している。旧名は笠掛山と称した。なお、石垣山城は関東で最初に作られた総石垣の城であり、その石積みは大見国のあの州によるのずら積みと言われる。本陣は4月5日に着工して6月26日に竣工し、 山頂部を占めて、早川を隔て眼下に、小田原城方面を一望のうちに収めることに成功した。城跡は、長い年月を経た上、1923年の関東大震災で、数多くの石垣が崩壊してしまったが、本丸を最高地点としてにのまる、南ぐるわ、井戸ぐるわなどが配置されて、雄大な石垣も残り、当時の規模や構造が明瞭に観察できる。 中でも、井戸グルワは、谷町地の底部に湧き出る湧水の正常さを守る。ためにわざわざ石垣を巡らせたもので、極めて希少な意向である。小田原聖伐後は、廃城となったが、その歴史的意義と合わせて城歴が限定されている。ことは、追記史を研究する際の基準となる遺跡であり、学術上の価値が高いことから、1959年5月13日、国の史跡に指定された。 現在は、石垣山一夜城歴史公園として、史跡の保存と整備が進められている。ありがとうございます。